明治慶子稽広野はアメリカ合衆国の政治家。ハワイ州下院議員。9代目ハワイ州副知事。アメリカ合衆国下院議員を務め。2013年1月からアメリカ合衆国上院議員。日本生まれの日系アメリカ人でアメリカ史上初のアジア系女性上院議員となった。夫は弁護士のレイトン・キム・オウシマ。学位はホーム博士である。 1947年11月3日に、福島県立郡牧郷村に生まれる。小学校1年生まで僕、高村村立小学校に通う。1955年、母親が主ンで爆地打ちの夫から逃れる形で3人の子供を連れ、ハワイに移住したのを契機に、8歳の時からホノルルで育つ。貧しかったため、裸足で小学校に通学し、新聞配達などをして、 家計を助けた。1959年にアメリカに帰化した。ハワイ大学マノア校で心理学を学び1970年卒業。その後はシントン DC のジョージタウン大学ローセンターを1978年卒業。弁護士資格を取得した。1980年から1994年までハワイ州会員議員を務め120以上の法案を通した。 1994年から弁カエタの知事の下で副知事を2期務めた。変えたのはフィリピン系として初めての州知事であり、彼女自身もまた日系人和与としては初めての副知事だった。2002年のハワイ州知事選挙に民主党から立候補し、共和党女性候補、リンダリングルと戦ったが惜敗した。2006年、連邦下院議員選挙にハワイ州、 第2選挙区で民主党から立候補し、当選、2008年と2010年の選挙でも再選された。2012年、ハワイ州選出の連邦上院議員選挙に出馬、共和党候補は、前知事のリンダリングルで10年前の知事選の再現となったが、今回は大差で当選、アジア系女性初のアメリカ上院議員となった。2017年、 上院に上帝されたオバマケア撤廃案についてオバマケアの撤廃はこの国の何百万人もの人を苦しめることになる。特にその影響を受けるのは最も重病で最も貧しい人々だと述べ反対投票を求めた。腎臓がんの病態を押して出席した議会では3人の共和党議員が反対票を投じ賛成49対反対51で 撤廃案は否決された。ありがとうございます。